おはようございます。即可塾の久保です。7月4日、あ、今日アメリカの独立記念日ですね。インディペンデンスデーでも見ようかな。えー、6時22分の相場解説になります、えー。収束した後のブレイクが起こるというふうに申し上げておりましたが、まあ、ブレイクは起きたような感じはしますね。これ、赤い線がそうです。ただですね、通常私の言うブレイクっていうのは、こういう単発的なものではなくて、どういうんですかね、ここみたいな流れなんですよ。こういうところね。 例えば、これ、陽線が出てますけど、要線が出るんだったら、出て、ドーンドーンドーンみたいな感じで、3連発ぐらい行って、明らかなる、こういう風な波動を作ってるものね。これ、今、なんかブレイクしたような感じがして、また元の水準戻っちゃってるんですよね、ここ、ここにね。っていうことは、第2波が来るなと、あの例の完全試じゃないんですけども、本丸が来ますよ、来週。ということで、待ってようかなと思います。さあ、それでね。 7月の8日なんですけども水曜日ね20時から例のミセス渡辺さんとズーム対談しますんで FX のこともねやっぱ FX のプロフェッショナルなんで FX のことも皆さんね興味があることが多いと思いますからえぜひ対談参加していただきたいと思いますこの動画の概要欄にズームの URL つけておきますので予約して、えー 7月8日の、ね、20時からご参加くださいもちろん皆さんのートークの時間も設けますので、えー、ご質問のある方は、ね、事前にこんなことを聞きたいんだよってことを送っていただいたらさらにスムーズかなと思いますプラス、えー、今回の、ね、ミセス渡辺さんなんですけども、えー、巨大な、ね、利権の話を持ってきてくださいます、まあ、巨大な利権といってもなんか途方もないような、ね、アンダーグラウンドのものではなくて皆さんが普段使っているものの中から あ皆さんにも参加できる意見をねお話してくださるということですで費用も非常にまあ、安いと言いますか実質的にお金がかかる話じゃなくて今使ってるお金をそっちに切り替えるスイッチするだけというねよくあるパターンなんですけどもあの費用の負担は特にありませんで収入に関しましてももう十分なんでこれはあのまあ 一発ね、乗っといてもいいんじゃないかなというふうな気がしますね。あとはなお話を聞きながら判断されてください。7月8日20時からミセス渡辺さんとの対談でございます。こちらの方、お見逃しなく、それでは失礼します。